カイ・海フライリヒラーとフェルディナント・フライリヒラーとはドイツの詩人、翻訳家。ベスト・ファーレンのデトモルトに生まれる。父は死の高等小学校に勤めていた。7歳の時、母を病気で失う。16歳の時にギムナジウムを中途退学し、ゾーストという田舎町にある親戚の店に見習い暴行に出される。仕事の合間に英語やフランス語、機械や台数を学習し、 ミルトンの失楽園やゴールドスミスのベイクフィールドの牧師などを言語で読む。19歳で父を亡くした頃、最も広く知られることとなったし、愛しうる限り愛せよ、オーリーブ、ゾーロング・ジュリーベン・コンストが作られた。1832年にアムステルダムに移り、両替商の通信係として務める。近代フランスの作家に親しみ、ラマルティーヌ、オノレド、バルザック、 ビクトル・ユーゴーの思想や表現を作品に取り入れるようになる。1833年12月から、シャミッソーが編集していた、ドイツ年間詩集でアドイチェ・ミューズナ・アルマナックや、コッタ社のモルゲンブラッド・モーゲンブラッドのような文芸詩に自分の詩を発表し、注目を浴びるようになる。一時ゾーストに戻り、1838年バルメンの紹介に努め始め、それと同時に、 最初の詩集が出版され、カール・イン・マーマンのサークルと交わり、著作家として生きる決意を固めた。1839年にベスト・ファーレンやライン・カハンの地方を旅行し、1841年に結婚し、ダルムシュタット、ついでザンクト・ゴアールに移り住んだ。1842年にはアメリカ詩人のロング・フェローが彼の新居を訪問し、生涯の友となる。 1843年をはじめの LINE 新聞の禁止やドイツ年俸誌への弾圧はフライリヒラー後にドイツの自由が失われつつあると気づかせ政治に傾斜した詩を書き始める。1844年8月、新しい詩集新年の告白グロビン・ベケントニスが出版され、その詩集が表明している民主主義思想への弾圧を予期し、妻を連れてベルギーへ脱出する。 ブラッセルで、やはり亡命していたカール・マルクスと出会い、交友のきっかけを作る。1845年に、スイスのマイエンブルクへ移り、自作の詩に曲をつけてくれたフランツリストの訪問を受けている。アメリカ詩人のバイヤード・テイラーがやってきたのも、この頃である。その年の秋にホッティンゲンへ今日移り、ゴッドフリート・ケラーを知る。ユーゴやフェリシア・ヒーマンズ、テニソン、 ロバート・サウジーの死を翻訳したのもスイス時代である。1846年夏、ロンドンへ渡り貧困に苦しむあまり、アメリカ移住まで考えた。1848年2月から、フランス・ドイツで革命が起こるとフライリヒラーとは、その進展を熱心に見守り、5月には、ライン州デュッセルドルフへ行き、共和制とドイツ統一のアジテーターとして活動する。 パンフレットに印刷され配布された彼の死が8月には革命戦同罪として司法当局によって告発され10月の陪審裁判で無罪釈放となり彼はライン地方で政治詩人民主主義者として流しれ渡るその月の下旬に新ライン新聞が送還されマルクスやエンゲルスと共に編集責任者の一人となり死を寄稿している しかし翌年の5月17日には、新聞はプロイセン政府の弾圧の下配廃刊を余儀なくされ、フライリヒラーとは1851年5月には、再びロンドンに亡命する。イギリスでは、死の編集や翻訳、ドイツ語新聞への寄稿、輸入省の事務員などで生計を立て、政治活動からは離れていく。1855年頃に、アメリカのウォルト・ホイットマンに注目し、 紹介に努めるとともに毒薬も進めている。1861年にプロイセン国王による大舎令が出て、フライリヒラーとは1868年に帰国し、シュトゥットガルトに住む。シサクとロバート・バーンズなどの毒薬に専念し、ネッカー下ンのカンシュタットに没する。66歳ボーツ。ありがとうございます。